はい、皆さんこんにちは、ビジマイです。今回第116回目ということで、今回はですね、このようなトランプのご紹介です。結構シンプルな、というか反射し飛ぶこんな感じのトランプでございます。 At the table At the table っていうトランプのご紹介です。それでは近くで見ていきましょう。シュピン、ダメだ。はい、ということで今回は At Table のご紹介でございます。まあ、こんな感じのピントが合わないといい。スペード、ハート、クラブ、ダイヤが書かれています。 Live Lecture Series って書いてありますね。 At Table Finest Quality Playing Cards でございます。なんかライブのレクチャーで使ったシリーズなんですかね。よし、開けていこう。あ、その前にですね、これの一番下がですね、これなんか Gmail のロゴに見えません？ロゴっていうのか、なんていうか Gmail のなんかに見えますよね。それだけです。それでは開けていこう。あ、ここにも Gmail が2つ。まあ、Gmail ではないですけどね。はい、広告が2枚入っております。で、色なんですけど、若干赤は紅色ですね。赤というよりもちょっと濃い色です。で、このようにスペードとクラブは 水色っていうのかな、ちょっと緑に近い色っていう感じですね。こんな感じ。スペードのやつはこんな感じで、バイシクルですね、こんな感じで。ハートとダイヤがですね、このように赤くなってます。なかなか面白いですな。こんな感じのやつです。で、ジョーカーは At the table って書いてあります。で、ジョーカーがもう1枚入っているという感じでございます。あったあった、同じですね、同じジョーカーでございます。まあ、表はこんな感じです。はい、では裏です。全然ひっくり返らないっていうね。まあ、サラサラの作ると無理ですな。で、こんな感じ。まあ、箱と一緒ですね。こんな感じの絵柄でございます。かなりシンプルですね、こんな感じ。まあ、個人的にはこのアットザテーブルのこの丸いやつが中央にあってもいいかなっていう。それかここのサイドに2つ、アットザテーブルって書いてあったデザインの方が個人的に好みでございますが、まあこれでもいいかな。何なんだ。まあビデオで撮すと若干薄く見えますが、まあ、肉眼だとまあ動画よりはちょっと濃い色にはなってます。裏はこんな感じでございます。シュピン。はい、で、使い心地なんですけど、まあ、開けたってサラサラしてるのはもう定説なんですが、毎度のことなんですが、なんだろう、ちょっと固めにできてて意外とやりやすいかなっていう感じですね。フラリシとか、でもこれは普通にサラサラじゃなくなれば質が良いのではないかと個人的に思います。若干固めでできてますけど、すごいなんか使いやすいですね、開けたてにしては。言いながらそんな成功してないけどね。まあ、こんな感じです。あんま綺麗じゃないな。はい、ということで今回は At the table ライブシリーズじゃない、ライブレクチャーシリーズでした。他にシリーズがあるのかわからないんですけども、まあ普通にシンプルなトランプですね。光をかざすとブランクカードに見える。ただフラリシとかにはあんまり映えないトランプではありますから、ただ普通に使いやすいです。あ、まあ普通にいいかなっていう感じです。値段もそんなに高くはなかった。確か800円とか700円ぐらいだと思うので、まあ興味ある方はぜひ買ってみてください。ということで At the table live lecture シリーズのご紹介です。